言ってないじゃない。うわ、感じ悪。あ、でも助けてくれたことは、その感謝してる。前言撤回。これがツンデレってやつね。かわいい。いちいちうるさい。だいたい出れてないわよ。今回は助けてもらったし、お礼は言うけど、まがいものの事件にはこれ以上首を突っ込まないで。これは忠告じゃなくて警告。などうしてよ。私たちの勝手じゃない。だいたいなんでリンちゃんが追いかけられてたのよ。あなたたちには関係ないこと。それともう一つ、こっちは警告じゃなくて忠告。大資本製薬の女社長、あいつを信用しすぎないことね。え、それって春日井さんのこと？警告と忠告、胸に刻んでおきなさい。あ、言っちゃった。でも一体何だったんだろう。リンって大資本製薬の広告塔だよね。キャンペーンガール的な。それがどうして大資本製薬の人に追われてたのかしら。あんたそればっかね。雫のことも知ってるみたいだし。謎は深まるばかり。とにかくみんなに今の話を報告よ。もう！ありがとう。おう、
どっああ。